こんにちは。TSFCM、テックスクールフォーチェンジメーカーズを運営しております、中条と申します。今日もですね、こちら、2023年11月の6日、日本時間だと11月の7日に開催された OpenAI 社初の開発者向けイベント。もうすごい世の中がざわついているイベントでして、10項目ぐらいですね、世界を変えてしまうような内容だったんですね。で、その内容についてはまた別の動画で出してますので、それをご覧いただけるとして、今回はですね、1個この最初に紹介したニューモデル GPT-4 ターボ。こちらのターボって実はすごい進化でして、今まで GPT-4 ってちょっと遅かったりとか、あと値段が高すぎたりとかしてたんですけど、この GPT-4 ターボの誕生によって、GPT-3.5 ターボのようにめちゃめちゃ速くて、かつ、GPT-3.5 よりは少し高いんですけど、もともとの GPT-4 よりもだいたい3分の1ぐらいになってるってことで、すごく、まあ、使いやすくなったっていう印象ですね。あと、この12万8000トークンまで使えるということで、まあ、どれぐらいの量かっていうと、だいたい本が300ページある、まあ、これぐらいの分厚い本がですね、書けてしまうような分量を使えるということで、もうすごい膨大なんですね。論文とかも学習に使えたりとか、要約してって言ってたら、それを簡単に要約してくれたりもしてくれますし、まあ、すごい便利なんじゃないかなと思っているので、こちらを紹介したいんですけど、まあ、実際にですね、LINE で今この GPT-4 ターボを使える状態にしているので、まあ、どれぐらいの速度感と、まあ、どれぐらいの精度なのかっていうのも含めて、ちょっとお見せできたらいいなと思っています。なのでちょっと早速やってみましょうかね。デモとして。はい、こんな感じですね。モデルと入力内容と、あと出力内容、入力トークン、出力トークン、合計トークンが出るようにしていますので、ちょっと何か打ってみましょうか。はい、今ですね、右側に LINE を載せました。ちょっといろいろとさっきテストしたんですけど、もう一回何か打ってみますね。これで、はいとか言うと、この、こちらにですね、はい、来ましたね。今、GPT-41106 っていうバージョンのモデルで、入力内容はいで、Hello, how can I assist you today? って言ってますね。はい、で、入力トークンが8で、出力トークンが9で、合計トークン17トークン使ってますよということで、もうちょっとなんか長い文章を打ってみましょうか。ちょっと今、Google で検索したら、この抗生物質についての回、このなんかすごい難しそうな内容を書いていて、で、これ最後になんかちょっと訳してみたいなことを書いてあるので、ちょっとこれ読ませてみましょうかね、ここに。というわけで、ここに今、抗生物質についての解説を長々と書いて、一文にしてっていうふうに今、打ちました。さあ、これで開きましたね。ちなみにこっちに、はい、100トークン使ってますね。で、出力が32トークンで132トークンということで、まあ、1000トークンあたり、だいたい0.1から0.3ドルなので、まあ、これぐらいだとだいたい0.001ドルから0.003ドル。つまり日本円だと、まあ、0.5円ぐらい使ってる感じですかね。なんで、これぐらいの文章量であれば、まあ、これを往復でやったら多分1円ぐらいかかるっていう感じですかね。はい。で、こちらですね、今、GPT-41106 プレビューというのを使っているんですけど、これをですね、既存のモデル、この GPT-40613 というか、まあ、0613つけなくても多分出てくると思うんで、この GPT-4 でやってみましょうかね。ちなみにモデルは今 GPT-41106 っていうのと、あと GPT-4 と、まあ、32K とか、あ、0613も一応ありますね。はい。まあ、多分 GPT-4 が一番いいかなと思いますね。これでも0613使ってるとのことなので、まあ、これでちょっとやってみましょうか。というわけで、GPT-4 を使って同じことを打ってますね。で、これデプロイからデプロイを管理で更新してみますね。で、ちょっと同じことを打ってみましょうか。これですね。これをコピーして貼り付けます。で、少し待つとこちらに出てくると思いますが、やっぱり でもそんな変わんないかな。うん。ちょっと速度遅いかなと思いますね。あと、回答はまあ、ほぼ同じ感じで来ましたね。で、だいたい100トークンで32。一緒ですね。で、まあ、バージョンが0613使ってますと。ただ、絶対これプレビュー使った方がいいです。なぜかというとですね、GPT-4 のモデルは実は1000トークンあたりですね、0.03ドルかかるし、アウトプットは0.06ドルかかるんですよ。でも、ターボの方はですね、0.01ドルで0.03ドルなので、だいたい3分の1から3分の2の値段で使えますので、ぜひこちらのですね、GPT-4 ターボを使いましょう。というわけで、この GPT-4 ではなく、
GPT-41106 プレビューですね。こっち使った方が精度一緒で早いし安いので、これは使わない方がいいと思いますね。はい。もう 32K とかも使わなくていいですね。これ32000トークンですけど、こっち128000トークンなので、もうこれ一択じゃないかなと思ってます。じゃあ、3.5 ターボの方も実は進化しているので、こっちも使ってみましょうかね。で、ちょっと安くなってますね。3.5 ターボ1106を使うと、だいたい 0.001 ドルぐらいですね。ただこれ使えてるのか、まあ、ちょっと試してみましょうか。私が、その前まで出してた動画では 3.5 ターボとして使っていたんですね。なので、今回も同様に 3.5 ターボとして一回使ってみますね。これでデプロイを管理からデプロイしてみますね。はい。これで先ほどと同じように、この入力内容をコピーして、もう一度ですね、こちらに打って、聞いてみましょうか。3.5 ターボの実力を。お、やっぱ早いですね。あ、全然早い。GPT-4 ターボよりも 3.5 ターボの方がやっぱ早いですね。で、まあ出力トークン同じ感じですね。で、デフォルトは、やっぱそうですね、0613ですね。なんで、これも1106にした方がいいかもしれないですね。もうこれ 3.5 ターボ1106。もうこれ多分デフォルトで、後々ですね、3.5 ターボで自動的にこの1106に切り替えると思いますけど、今のところ0613の方が使われちゃってるので、もしちゃんと使いたいよっていう方はですね、この1106って打った方がいいかもしれないですね。なので、こちらのですね、これ 3.5 ターボではなく、ここにですね、3.5 ターボ1106ですかね。これでデプロイしていただいたら、最新バージョンの 3.5 ターボが、GPT 3.5 ターボが使えるんじゃないかなと思います。ちょっとこれでもう一回、LINE で打ってみましょう。こちらの内容を、コピーして貼り付けると。あと出力トークンが若干多くなってますね。まあでもほぼ変わんないか。あ、来ましたね。はい。やっぱちゃんと変わってますね。3.5 ターボ1106になってるので、まあ最新の使いたいよっていう方はですね、ここに 3.5 ターボの後ろにですね、マイナス1106つけた方がいいんじゃないかなと思います。あと 3.5 ターボですね。前までは4000トークンまでしか使えなかったんですけど、今 16K トークン、つまり16000トークン使えますので、なんで4倍の分量が昔のターボよりも使える。しかも、前まではですね、0.0015 ドルだったんですよ。入力トークンが。でも今回 0.0010 ドルになっているので、だいたい入力トークンが3分の2の値段になってますね。こちらの出力トークンは特に変わらずって感じですかね。いかがでしょうか。もうこれも 3.5 ターボ1106いったぐらいですね。下ちょっと高いし、あの 4K トークンまでしか使えないので、こちらの 3.5 ターボ1106を使った方がいいかなと思います。でもそういうのめんどくさいよって人は、まあ 3.5 ターボにしておけば自動的に切り替わると思いますし、まあ、今後ですね、また1106からまた違うバージョンアップすると思うので、まあこちらの 3.5 ターボにしておいてもまあいいのかなとは思います。まあその辺はですね、ご自身の判断かなと思います。ですね、まあこんな感じですかね、まあ、この 3.5 ターボか 3.5 ターボ1106かこの GPT-41106 プレビュー、この3択かなと思いますね。でこれも GPT-41106 プレビューもですね、まあ、GPT-4 の中に統合される気もしますので、まあ、わざわざこう書かなくても、まあ、この GPT-4 にした状態でもいいと思いますけど、でもちょっと高いので、もうこれはですね、結構、もうここは GPT-4 を使ってる方は GPT-41106 プレビューにした方が、あの値段抑えられると思います。結構、なんか私の友人とか普通に数十万円かかってるっていう人がいたんで、まあそういう人は3分の1に抑えられると、もう数万円とか数十万円抑えられると思いますので、こちら変えた方がいいのかなと思います。あとこっちの方が早いですしね、あのユーザーのエクスペリエンス的にもいいのかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、こんな感じでですね、今回アップデートした内容、全10項目あるんですけど、その中の内容を解説していこうと引き続き思いますし、まあ、次回はですね、あの今話題になっている GPTS、その自分でプログラムを書かずにノーコードでその自分のチャットボットオリジナルのを作れるっていうのが内容が発表されていますので、それについて解説しようと思います。で、スプレッドシートと紐付けて、そのスプシをですね、データベースにしながらチャット GPT を使うっていうのができる
ていう記事を読んだので、まあ、そちらもですね、来週解説できたらいいかなと思ってます。私もまだそれやれてないので、ちょっと楽しみにして、ちょっとやって共有できたらと思います。以上です。なんかこういうのもやってほしいとか、もし要望とかあれば全然コメントいただければ全部読みますし、DM 結構来て、ありがたいことに、こうやってみましたみたいなのもすごい嬉しいので、ぜひお気軽にですね X のですね URL 私の YouTube の概要欄に書いてますので、もしよければメッセージとかいただけると嬉しいです。フォローもお待ちしております。あとチャンネル登録もですねお待ちしております。では皆様素敵なチャット GPT ライフをお過ごしくださいませ。チュース。ポストは定数で、レッドは変数ですね。お友達登録が完了すると、こちらの ID ですね、シート ID 変えていただけると、このような感じでシートが開きます。こんにちはと打つとですね、スプレッドシートにも、こんにちはといった感じで。チャット GPT にですね、Udemy と YouTube の違いは何ですかと聞いてみましょう。はい、帰ってきましたね。制約としてですね、あなたはこういう LINE チャットボットですと。2+4=6ですと返ってきました。それに対してさらに8をかけてと、48ですと返ってきましたね。私のメールアドレスにですね、なんとメールが届き送られてきましたね。ファンクションコーリングというのを使ってメールを送るというファンクションを呼び出しています。私はですね、中条隆之と申します。 LINE かけるチャット GPT 講座、ぜひご受講ください。こんにちは、中条隆之と申します。結婚相談所を全部 LINE でできないかなと思って、こういうですねリーベっていうサービスを作りました。でこのリーベですね、まず恋人診断、これまず男性か女性かを選んでください。私は男性なので男性、真面目な恋愛がしたい、出会いの機会が少ない、こう恋愛診断結果っていうのが返ってきます。何パターンか用意してるので、ぜひですね、恋愛診断だけでもやってみると面白いかなと思ってます。初回オンライン相談聞かれるので、これ私の Google カレンダーで空いてる日時が取得できていますので、選ぶと自動的にですね、追加されます。まあ、Zoom に入る前にですね、こう、規約の確認とか登録も済ませていただいても大丈夫ですし、まあ、初回面談の時にこれやってもいいかなと思ってます。で、これ規約の確認、一応3つの PDF が届きます。で、最後ですね、ここにスワイプ機能をつけています。で、これでですね、クリックすると、画面が立ち上がりまして、で、これ、リフっていうですね、LINE の機能を使ってます。なんで、こう、ログインが聞かれます。ウェブサイトなんですけど、ログインが必ず聞かれます。で、これでですね、ユーザーの ID、LINE のユーザー ID が取れるので、このユーザーと紐付けることができる。プランはこんな感じですよって書いてあって、で、こう、ストライプの画面が出てきますので、これ登録して、お支払いするって感じですね。支払いが完了すると、まあ、登録完了ってことで、8万5000人とマッチングできる仕組みに登録完了って感じですね。このチャンネルでは毎週金曜18時にプログラミングやテクノロジーが学べる動画を配信しています。毎週月末の金曜18時にはテーマを一つ決めてライブ配信もしています。知識が全くなくても動画の通りに行えばプロトタイプが作れたり、作ったプロトタイプを実際に発表する場を設けたりしています。また現在は海外に住んでおりますので、現地に住んでいる人を仲間にして短期間でその仲間たちとプロトタイプを作り発表したりもしました。それから豪華なゲストをお呼びしてインタビューを行ったりもしています。 TSFCM テックスクールフォーチェンジメーカーズも運営しています。詳しくは概要欄の公式ページをご確認ください。最後にチャンネル登録といいねを忘れずに。ご視聴ありがとうございました。